こんばんは、速稼塾の久保です。今回はですね、そうですね、借金の話が来ましたんで借金の話させてもらいましょうか。まあ愛情もそうですし、お金もそうですし、借金もそうなんですけども、結局は自分にそれを扱える力量があるかどうかってことだと思うんですよね。まあですので、今回は多くの方が悩んでいる借金についてちょっとお話したいと思うんですけども、私は借金を扱うスキルっていうのは3つぐらいに集約されてるのかなと思いますね。一つは、どのぐらいの金利だったら自分に扱えるかってことですよね。例えば年利で 10% とか 20% っていうのは非常に返すのが困難だと思うんですよ。でもちろんね、金利が 0% でも借りちゃったら返せないっていう人もいますよね。まあ、ですのでそこは個人差がありますんで、自分だったら何%の金利だったら耐えるかなってことをよくよく自分のスキルとして考えた方がいいかなと思うんですね。もちろん利回りが 50% を返せる人もいるんですよ。例えば100万円を借りて150万にして1年後返さないといけないっていう時にでも、100万の元手があったら300万作ることができるよって方でしたら、例えば年利で 50% の利回りも簡単に跳ね抜けることができるんですよね。だから自分は何%だったら耐えられるのかってことを一つ目のスキルにしたらどうかなと思います。二つ目はですね、返済可能力ですよね。まあ借金をする人ってのはとかく無計画なんではないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、収入が止まっても3ヶ月で返せるっていう風なところが私はリミットだと思うんですよ。で借金をしますよね。で自分の力でもう本当にね、アルバイトに行くしかないってことになっても、3ヶ月で返せる金額だったら借りてもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあアルバイトじゃなくてもいいんですけどね、自分の稼ぎ方で3ヶ月一生懸命頑張ったら返せるって金額までは借りてもいいんじゃないかなと思うんですよね。これも人によって金額違いますよね。例えば1000万を借りても3ヶ月で返せる力がある人はいるんですよ。もう月間で300万ぐらい稼げるような人なんでね、それは1000万借りてもいいと思うんですよね。でも3ヶ月でどんなに頑張っても切り詰めても10万円返すのがやっとって方は、やっぱりね、リミットで10万円までしか借りちゃいけないのかなと思いますんで、自分の返済力をやっぱ見積もっとかないといけないんでしょうね。その辺考えてないから借金地獄になっちゃうんだと思うんですよ。で3つ目なんですけども、3つ目はね、1つ目2つ目がきついよって方は、3つ目、これは誰でもできると思います。3つ目は連帯保証人ですよね。お金を借りようとするときに、まあ利回りもよく分かんないし、返済可能力も3ヶ月とかは自信がないと。だったら3つ目、自分が連帯保証人を取れるかどうかによって借金をするべきかどうかを決めればいいと思うんですよ。借金の額が10万円だったら連帯保証ついてくれる人がいるかもしれませんけども、借金の額が例えばね、300万だったら連帯保証人誰も受けてくれないかもしれません。誰も受けてくれないってことは、やらない方がいい借金だなって判断すればいいんですよね。でも自分が借りようとしている5万円の借金に対して、まあ、金利とかね、返済金利総合計ってあるんですけども、そういうのをお話しした上で連帯保証人がいるんだったら、それは借りてもいいんじゃないかなと思うんですよ。でこの3つともがうまくいかないんだったら、自分には現時点で借金のスキルがないなと思って、まあ、諦めた方がいいかなと思いますよね。それこそ選んじゃいけない4つ目の、まあ、死に至るみたいなのももしかしたらあるかもしれないんでね。だから借金をきちんと扱えるかどうかですよ。まあ、そうなったら数千万の借金を扱える人とか、数億円の借金を扱える方もいるかもしれないですよね。まあ、私ね、なんですかね、リスケって話しましたよね。やっぱりああいう方法もあるんだなと思ったら、例えば、まあ、200年の金利返済もできちゃう人がいるんですよね。すごいですよね。まあ、そういうのもやっぱりこう見積もって借金には向き合っていかないといけないかなっていうのもお金の勉強だと思います。お金っての勉強っていうのは、稼ぎ方もあれば借金の仕方もあれば返し方もあれば税金のこともあったり、あとお金をあげるスキルもありますよね。まあ長い人生、人にお金をあげる瞬間ってあると思います。その金額はまちまちですけども、どうやって、お金をあげて誰も不幸にならないかっていうのもあります。あまり大きな金額をあげると、あげた方も辛いですし、もらった方も勘違いしちゃう可能性がありますんで、用心しないといけないでしょうね。でいろいろ話しましたけども、私は借金によって多分ここまで生きてこれたと思ってますんで、お金を貸してくれてありがとうっていうね、吉谷さんの精神に本当に同意なんですよね。お金が借りれなければ
私は恋愛もできなかったと思いますし、お金が借りれなければ商売もできなかったと思いますし、お金を借りれなかったらね、多分人生を復活する余裕もなかったでしょうね。まあなんせね、借りるってことは自分の行動範囲が広がるってことなんですよ。まあ、これ何でもそうですけども、例えば本を借りてもいいでしょうし、車を借りても行動範囲広がると思いますし、お金を借りても行動範囲広がると思うんですよ。で、行動範囲が広がったら最大限のチャレンジをしてしっかり稼いでね、で貸してくれてありがとうって感じでお礼も込みできっちり返せばいいんじゃないかなと思うんですよ。多くの方は CD や DVD をまあ TSUTAYAとかで借りたことあると思いますけども、要は返す自信があるんですよね。だから返せると思うんですよ。だから自信持って借りれると思うんですよ。それと同じじゃないかなと思います。1週間以内に返さないといけないとか、なくしたら実費で例えば1万円ぐらい、 CD だったら3000円ぐらいを弁償しろっていう話じゃないですか。あれできるから責任が負えるから借りると思うんですよね。まあそもそも、まあ返しますよね、ちゃんとね。私の場合ね、結構延滞することが多くって、なんかひどいような1年ぐらい延滞したのがあってね、買い取りが結構今までの人生にありましたけども、私はだからね、今みたいにオンデマンドになって本当に良かったなと思います。 CD 借りるとなんか忘れるんですよね、返しに行くの、で次の借りちゃうみたいなことがあるんですよね。はい、ということで今回は借金のお話しましたけども、多分借金と愛情がどうつながるのかなってこと、どうなってんだろうと思ったかもしれませんけども、住宅ローン3500万で組むってことは借金をしながら暮らしてるってことですよね。そして借金を基盤に家族を養ってるってことだと思いますんで、だからお金がなくてもちゃんと家族に愛情を注ぐこともできますし、ローンを支払い中でも家族と過ごすことができるんですよ。でもこれはあくまでもお金を貸してくれる人がいるっていう存在に支えられてるんですよね。だから結局金が支えてる愛ってことになると思います。でもしお金を貸してくれる人がいなければマイホームにも住めないですし、賃貸にも入れないかもしれませんしね。全ての行動にはお金がいると。自分自身にお金がそんなに意識してなくても世の中には通用しないということですよね。お金っていうのは確実に私たちの暮らしに関わってきます。私たちがお金に関わらなくても向こうは関わってくるんですよ。まあ、ですんでね、さばいていかないといけないかなと思いますね。